この世界には神秘の力を有するドレスデン石板に選ばれた7人の王がいる。王たちはその強大な異能の象徴であるダモクレスの剣を頭上にいただき、自らの力を分け与えた同胞たちの集団クランを率いてこの国の裏側に君臨している。ある王は赤き暴力を、ある王は青き秩序を象徴する。我らが大義に曇りなし。宗像抜刀。そしてある王は、いや、いい夜だね。俺は夜景を撮りに来たんだけど、そっちはこんなところで何してるの？俺は戸塚タタラ。君は？俺は第七王権者、ムシキーの王。ここで人を待っててな。いい夜かって？ああ、確かにいい夜だ。赤のクランに狙われる少年、俺ヤトガミクロウもまたこいつを追っていた。俺は先の第七王権者、三輪一元の神、ヤトガミクロ、亡き主の異名のもと、悪しき王を撃つ。疲れた。この少年の名はイサナヤシロ。何だったんだろう、ね、こいつを追って俺は海に浮かぶ学園島にやってきたのだが、そこには認識操作能力を持つ全裸のハレンチなストレインがいた。そのストレインの名は、我が輩は猫である。お、これ、これを着なさいってば。逃がさん。謎のストレインまで連れていてますます怪しいのだが、イサナヤシロは自分は無実だと主張する。俺は自らの目で真実を見極めるべくアリバイ探しをするイサナヤシロと行動を共にした。ごめんよクロ。俺たちがアリバイ探しをしている一方、異能者犯罪を取り締まる青のクランセプター4は秩序を守るため高度なシステムを駆使して犯人の居場所をあぶり出そうとしていた。場所は西関区の平坂ビルの屋上。戸塚さん死んだんだな。行き先はわかる。足中学園、学園島か。仲間を殺された赤のクラン、ホムラも
感応能力を持つ少女クシナ・アンナの力によって犯人の居場所を探し出す。その潜伏場所はここ。ん？学園島の生徒か。よりによってまた手出しにくいところにおるな。どないしょけ。やたっちゃん。あんアホ。ザル。赤と青の両クランズマンは犯人を見つけ出すべく学園島に潜入した。ホムラの八田岬とセプター4の伏見猿彦は学園島で鉢合わせる。因縁のあるこの二人はぶつかり合うのだが、仲間のもんやそれ。伊佐那社を狙う穂村だが、彼らが必死になるのには理由があった。おかしなことになってもた。そういえば美琴、最近中学生に付きまとわれてるらしいや。どうしたのキング。なんで鬼なんかなっちまったかな。平気平気、なんとかなるって。てめえは昔から無責任だな。何もビビることはないよ。あんたは王なんだ。あんたの力は破壊するためじゃなくて守るためにあるのさ。俺が保証する。この前さ、また古っぽいカメラ買ったんだよ。映像なんて端末で撮ればいいじゃん。味が違うのさ。それでいろいろ撮ってるから今度見せてあげるよ。歌はないの。セピアの月に吸い込まれてゆく遥か赤のクランの幹部戸塚タタラは穂村にとって絆の中心部にいる存在であり、危うさを持つ赤の王周防御を癒し、その荒ぶる力を守る力に変える人間だった。平気平気、なんとかなる。ごめん。彼を殺されたことで周防御と穂村は戻れない道を走り始めることとなる。カニな御事、悪い知らせよ。諦めよう、抱きし刹那、幕下りぬ。無実だと主張し続けていた伊佐那社のアリバイを探す過程で、一度はアリバイが見つかったかに思えたものの、伊佐那社自身が自分の記憶にあやふやな点があることに気づき始める。自分の記憶が偽物だと気づいた伊佐那社は全てを諦めかけた。だが俺は見極めを諦めるつもりはなかった。一元様は見極めろと言われた。
俺はまだ見極めを諦めてはいない。ゆえに幕を下ろすつもりはない。お前はどうなんだ、シロ。諦めないか。そうだね。あの男は俺が抑える。あとは自分たちでどうにかしろ。先の第七王権者無色の王、三輪一元の哀悼。それで私を切ってみるのもいいでしょう。聞こえませんでしたか。抜けと言っているんですよ。私は聞き分けのない子だ。さて、ここからが本題です。どうにか青の王から逃げ延びた先で、白は自分の記憶が猫の認識操作能力によって作られたものだと気づく。大したことはない。本当の記憶を取り戻し、自分の過去と向き合う決意をした白は猫に能力を解除させる。しかし、シロが取り戻したのは謎の男に飛行船から蹴り落とされる記憶だけだった。今の誰？いいえ、そうだね。その前に何もない、全てが虚構だった場所でも家に帰ってきたっていいんだ。今わかったよ。帰ってきたのはここを胸に刻むためなんだ。何もかもすっきり片付けよう。ここでまた、ここからまた本当の日々を始めるために。この決意を固めたシロは、手がかりを握ると思われる第一王権者、白銀の王アドルフ・カー・バイスマンに近づくため、青の王宗像霊氏に接触する。室長の最終勧告から3分だけ待つ。飛行船が高度を下げない場合、発光信号に応答しない場合、いずれかを確認し次第各機ワイヤーを打ち込んで突入しろ。もっと、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 もっと！バイスマンの乗る飛行船に迫る。直前で飛行船は自爆し、炎に飲み込まれた。もしもし、ちょっといいですか？え？オイラが誰かって？あんたが探してる男だよ。ほら、あんたんところの戸塚くんだっけ。あれをやっちゃったのがオイラでーす。戸塚たたら殺害犯を名乗る人物が巣を見事に接触し挑発する。スオウミコトはそいつが学院島にいることを突き止めた。彼は全ての決着をつけるため、赤のクランを従えて学院島へ向かう。ミコトさん、
はいはい、皆さん。戸塚たたら殺害犯を見つけ出すため、学園島を占拠した赤の蔵、ホムラ。喋らないの、お箸の精神が大事ですよ。チビットの間、おとなしゅうしといてください。青のクラン、セプター4も駆けつけ、学園島を包囲し、両者睨み合いの体制となる。殺害犯の捕獲ということでしょうね。しかしその人物がもう一人の王であったならば、実に厄介です。この剣から降りろ、赤の王。俺は王として動いたことなんじゃねえよ。ここには関係のない一般人の生徒がいる。お前の仲間だっているだろう。分かっているのか。俺は俺の落とし前をつける。お前はお前の仕事をする。それだけのことだろう。野蛮人め、理解の範囲外だ。スウオミコトを説得しようと宗像霊氏は単身で会いに行ったが、交渉は決裂した。別に俺はただ友人に会いに来ただけだ。赤と青の王の交渉が決裂したことで、青のクランセプター4が学園島へ突入。両クランは正面からぶつかり合うこととなった。同時に学園島では謎の連続爆発が起き、学園内は大混乱に陥る。その中で奇妙な行動を取る者たちが出始める。ククリ、お前まさかと思っていたが、さすがだな。だが今度こそ。その奇妙な行動を起こしていた人々は、無色の王に精神を乗っ取られていた。無色の王の能力は、他人の体に自分の精神を乗り移らせることだった。おい、しっかりし。無色の王の接触を受けたことで、シロは自分が本当は何者なのか記憶を取り戻す。それより傷は大丈夫？シロ、ねえシロ。マフトネッツ、イヒビン、ウンフェア・ボンバー。エンドリー・ハブ・フェッシュ・サンダー。お前はやはり無色の。マイナーマン。僕の名はアドルフ・カー・バイスマン、第一王権者、白銀の王だ。また注意には苦労かけちゃったね。白銀の王アドルフ・カー・バイスマンとしての記憶を取り戻したシロは、黄金の王国城寺大閣と言葉を交わす。黄金の王とシロはかつて共に石板を研究し、しかし半世紀以上前のある日、地上と空に分かれてしまった旧友同士だった。それでどう片をつけるつもりだ。なるほどな、いかにもお前らしい。半世紀ぶりに降りてきたかと思えば。できればもう一度会いたかった。
そう思うならやめておけと言っても聞くまいな。さすがは注意。わかってる。ありがとう。でも今度もまたさよならだ。アレスクチュマイポイント。ヒール・エアホルク・ヴェイスマン。彼の狙いは王だ。そのために赤の王と青の王をおびき寄せた。危険なのは無色の王だけじゃない。ごめん、何も約束はできないけど最善を尽くすよ。みんな、フィールグイック。俺は白銀の王の記憶を取り戻した白のクランズマンとなった。一元様に感じていた深い尊敬や敬愛とは違う。ただ一人戦おうとしている白の力になりたいと思った。八戸神クロ、第一王権者アドルフ・カー・バイスマンのクランズマンとして以後身命を落とし王に尽くすことを誓う。君は本当に堅苦しいんだから、友達になるのにそんな儀式いらないよ。ねえ注意。白は僕は赤の王と青の王の戦いの場へと向かい、俺は学園島に残されたククリを連れて島の外へと向かった。多くのクランズマンを従えながら、なのに王はみんな一人きりで歩いてる気がする。僕と注意の道があの日から分かれてしまったように。あの二人も肩を並べて同じ道を歩くことはできないのかな。シロは精神体となった無色の王を自らの体の中に閉じ込め、仇を討つことを切望する周防尊の前にその身を晒した。そして赤の王周防尊は、ああ礼を言うぞ。よく連れてきてくれた。やめろ周防、手を出すな。した顔でよくも言えたもんだな。本当に悪いと思っているなら、こうなる前になんとかならなかったのか。もう何も言うな、宗像。無色の王を手にかけた周防尊のダモクレスの剣は限界を迎えていた。
3人の王の消失で学園島事件は幕を下ろした。悪いハンナ、もう綺麗な顔見せてやれない。ミコト、赤の王のバイスマン偏差消失。室長だ、室長だ、室長だ。シロにはもう届けられないんだ。やだ、シロに届けてあげるの、シロに届けてあげるの。聞き分けろ、シロは。だってシロは王様だもん。僕はフシの王だよ。そうだな、シロは俺たちの王様だ。俺らにとってお前は最高の王や。